はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、デン SS さんですね。はい、リーフのメタル作家、それと、マルチスポーツのソロパック、一個一個ですね。で、まあ、こちらが先にカートに入ってましたので、ね、リーフから開けていきます。あ、こっちももう切っておきますね。じゃあリーフからね、あ、リーフからじゃない、サッカーから。よいしょ。まあ結構3番目がね、左右してるような、はい、製品です。いきます。まあ上は、はい、せーの。うん、はい。だんだん、PB もそこそこ回数やりましたんで。まずダイヤ君ですね。はい。ズーム会議で最後。はい、2枚目。せーの。はい、青パラの、ウェレンズさん。チャーリー・ウェレンズさん。こちら35シリですね。で、青はその次の段階ですね。はい。で、次行きます。見えちゃうんだよね。3番目。せーの。シアラーだ。シアラー初めて見たかも。っていうか、グリーンだ。チャンピオンズだ。はい。1-25 です。ちょっと少ないのかな、じゃあ。青の通常で25だからね。で、シアラーがここだ。4番目じゃないんだ。4番目誰だろう。よいしょ。はい。いきます。せーの。モドリッチ赤はい。おー。シアラーのグリーンもそこそこ少ないよね。さあ。6シリ。おお、2枚パターンだけど、良くないですか？はい、チャンピオンズ。ね、これかっこいいですもん。で、モドリッチの赤もかなり少ないと思いますけどね。予想だと5。でもこれクラックじゃないですか。ひょっとしたら3とかもあり得るよね。4か。わかんないな。どうだ。3だ！おー。はい。この入り方はいいですね。うん、サインもお二人ね、丁寧に。枠内です。ちゃんと。うん。これ OK ですね。はい。6シリ、3シリ。喜んで。クリスタルパックに入れておきます。で、箱に戻してお送りします。はい。ちょっとね、もう結構ギリギリなんですよ。ヤンさんもう来ちゃうんで。はい。じゃあ行きまーす。せーおー、ツアーのドンラスレイテッドルーキーのジェム10。はい。まあ、1枚入り、ね、1枚入りです。はい。ソロパックですかね。はい、ドンラスレイテッドルーキーツアーの、はい、ジェム10です。いや、さっき、別のブランドの10出たんですけど、いや、全然良かったです。復活して、今頑張ってます。もうちょっと怪我しないようにあまりこうね、まあ、ラインマンとかもかなり気使って、俺らが守れば試合に勝てるっていう今、状況になりつつあるので、それがこう、ね、信頼度、オフェンスラインとの絆になると、いいんじゃないかなと思いますね。トム・ブレディとかも、ジョー・モンタナとかも、もう名クォーターバックっていうのはもうオフェンスライン、マブダッチです。で、ね、オフには、ね、一緒にゴルフ行ったり、食事会したりとか、オフェンスライブは本当、友ですね。なので、そういう絆が、関係ができるんじゃないかなと思います。まあ、オフェンスラインは死んでも守りますから。ね。死んじゃあれだけど。死ぬ気で守ります。っていう絆が生まれるんじゃないか。もう生まれたんじゃないかなと思います。はい。いいっすね。レイテッドルーキーも、なかなか出ないっすよ。パック1とかで、アメフトは50人、60人普通にいるので。ねえ。うん。はい。とても綺麗です。はい。ということで、こちらでね、今日発送いたしますので、明日着予定です。ですね。はい。お受け取りよろしくお願いします。また、チャレンジしてください。ナイスファイトでしたね。サッカーも。いい結果だと思います。ありがとうございました。